グンナー・ニルソンはスウェーデンの F1 ドライバー。スコーネ県ヘルシンボリ出身。ロータス77をドライブするニルソンモータースポーツを始める以前はスウェーデン海軍に無線技師として所属していた。1972年にドイツ国内のフォーミュラ B に参戦し、レース活動を始める。1975年にはイギリス海産チャンピオンとなる。 翌1976年は、マーチエンジニアリングから、会議に参戦を予定していたが、第2戦南アフリカ GP より、マーチの F1 チームに移籍した同郷のロニー・ピーターソンと入れ替わる形で、チームロータスからマリオ・アンドレッティのローにドライバーとして、会一デビュー。ちょうどチームの低迷期だったが、第4戦スペイン GP にて3位に入り、初入賞で表彰台に立つ。また、 第11戦オーストリア GP でも3位を獲得している。しかしマシントラブルが多く、15戦9回のリタイアを喫した。翌1977年もロータスから参戦する。この年、チームは元祖イングカーとして知られるロータス78を開発し、全コンストラクター中最多となる故障をマーク。このうち、ゾルダーサーキットで行われた第7戦ベルギー。 GP では、雨天の中ニルソンがニキラウダにセリー勝ち、初にして最後の優勝を挙げている。しかしシーズン末、ニルソンは自分の体が清掃岩に蝕まれていることを知ることになる。それでも最終戦までシーズンを戦い抜き、翌1978年に向けてアローズと契約を結ぶ。しかし症状は悪化し、 闘病生活に入ったニルソンは参戦断念を余儀なくされた。その後、痛み止めを拒否し、自身の資金でガン撲滅基金を創設するなど、ガン撲滅キャンペーンを展開。病気の体を押して7月に開催されたイギリス GP にも現れていた。以後病状は悪化。イタリア GP で自己死したピーターソンの葬儀に参列した際には衰弱が著しかったため、 棺を担ぐのを諦めている。シーズン終了直後の10月20日、ロンドンのチャーリングクロス病院で死去。29歳ボーツ。死後、ニルソンをしのぶチャリティーレースやイベントが複数行われ、その収益金が、ニルソンが設立した基金に寄付された。レースファンだったジョージ・ハリスンは、自身のシングル、ファースターの売り上げを基金に寄付し、イベントにも参加。 最後のレースとなった1977年日本 GP では通常の JPS ブラックカラーとは異なるインペリアルの赤いロータスのマシンをドライブした。このカラーリングは一線のみの主走でありミニカーなども多く販売されている。太字はポールポジション、車字はファステストラップ。ありがとうございます。